シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳は長野県南作郡川上村御所平に位置し、シャトレーゼリゾート八ヶ岳が運営を行っているスキー場である。もともとは総武都市開発運営による八毛岳ザイラーバレースキー場として1989年にオープンしたが、スキーブームの終了とともに利用者が減少。総武都市開発が民事再生法を申請したため新たな 引き取り手を探したところ、菓子メーカーのシャトレーゼが名乗りを上げ、施設を改修し2002年にリニューアルオープンをした。八ヶ岳の眺望が良く、内陸側の気候であるため、晴天率が高い。スキー場名に八ヶ岳を冠するが、スキー場自体は、秩父山地の一方である横尾山の北西山麓にある。コース面積は9.7ヘクタールと狭いが、スキーセンターに、 すべての施設を集約したオールインワン方式で狭さをカバーしている。もともと雪の少ない地域であるが標高が高く気温が低いため人工降雪期により安定した雪を確保している。洋菓子大手、シャトレーゼのグループ企業が運営しているためレストランでのデザートなどが充実している。東京から車で3時間弱で来れる立地から写真の通り、週末などは 多くの人で混み合う。スノーボードは全面滑走下でハイシーズン中の土曜日及び年末年始にナイター営業を行っている。近隣のスキー場にサンメドーズ清里スキー場がある。ありがとうございます。